はい、道山です。本日は志望校の偏差値は高い方がいいのというお話をしたいと思います。まあね、高校受験の志望校の偏差値ですね。これいろいろ考えていくときに高い方がいいのか低い方がいいのかいろいろ悩むことがあると思います。これはね、どういうふうに考えていったらいいのかについて解説していこうと思います。まず本日の相談内容です。本日はですね、こんな相談です。あることがきっかけで、うちの子は不登校になりました。その後、道山先生の、ブログに出会い、勉強して学校に行けるようになり、受験のため、自ら塾に行き、目標だった、私立高校に受験できるようになりました。しかし、第一志望が落ちてしまい、滑り止めの高校に合格しました。で、本人もそこに行くつもりだったのですが、主人が、公立の今よりもレベルの高い高校を受けた方がいいと言ってきます。本人は迷っていて、滑り止めの高校に行こうと思っているのですが、先々のことを考えると、レベルの高い高校に行った方がいいのでしょうか？それとも本人の意思を尊重する方がいいのでしょうか？というような相談です。はい。まあですね、本当に受験は何が起こるかわからないので、まあどうなってもいいようにね、戦略を立てていくことが大事というのはね、日頃から、まあメールマガジン、LINE、YouTube 等を通してお話ししていると思うんですが、まあ今回ね、こういった状態で、仮に落ちてしまったと。で、その場合、じゃあ偏差値をもっと高いところをもう一回受けていくべきなのかっていうような相談ですね。で、まずですね、この偏差値が高い方がいいっていうのは大きな勘違いです。これ昔からね、なんか偏差値が1でも高いところに入れた方が人生うまくいくみたいな価値観がね、結構蔓延しているんですが、これは大きな勘違いですね。そもそもまあ偏差値というのはあくまでも、まあ目安、その子たち、どれぐらいのレベルの子たちが行っている学校をかって言ったら目安のだけであって、その学校の優越には一切関係ありません。うん。なので、まずこの価値観はね、ちょっと捨てることが大事ですね。うん。で、無理やり偏差値の高いところに入れてしまうと、結局ついていくのが大変になってしまう。で、まあ、部活どころじゃなくなってもひたすら勉強だけをね、しないといけないっていう最悪の状態になったりとか、あとはですね、まあ将来役立つかどうかも正直わかんないんですよ。まあ昔ね、一昔前であれば、偏差値の高いところに確かに入れれば、それはね、いい大学に行けて、いい就職先に行けたと思います。まあなのでね、一昔前であればかなり、これは良かったんですが、まあ今の時代はね、昔ほどそこまで偏差値が影響がないっていうのがまず一つ。あともう一つは、このさ、かなりね、もう本当に偏差値6、まあ50以上かな、50以上、60以上ぐらいの学校であれば、確かに偏差値高いところは今でも、すごく将来役に立つと思います。ただ、偏差値、まあ、30を35にするとか、40を45にする。この程度の差だと、そんなにね、将来の道は変わらないですね。まあ、なのでね、今回の相談者の方が、どれだけのレベルの話なのかにもよるんですが、まあ、一概にそこを考えすぎないってことがすごく大事になります。で、無理やり高いところに入ると挫折して退学になるということで、これは実際ね、私が高校生だった時にですね、まあ私自身結構ね、偏差値の高い大学、高校に通っていたんですが、結構授業についていけず辞めちゃう子っていたんですね。うん。これはやっぱり無理やり偏差値の高いところに入れてしまったがための、まあ弊害だと思うので、まあこれはね、正直おすすめはしません。で、大事なことは子供の意思を尊重するってことですね。子供自身がその偏差値の高いところに入りたいと思っているなら全然問題ないです。そこまで思ってるならその子は頑張れると思います。ただ、子供が思っていない。今回の相談者はまさにそうですよね。子供自身はそこまで、上のところに行きたいと思っていないけど、旦那さんが行きたいと思っている。この場合は無理やり入れるとやっぱりね、うまくいかないと思うので、絶対にやめてください。で、あと、必要であればね、旦那さんから子供を守るってことも大事です。今回ね、この相談くれたのはお母さんの立場の方ですね。まあ、その方は、まあ、僕のね、普段メールマガジンなどを読んでくださっているので、この理屈が結構わかっていると思うんですよ。ただ、旦那さんがね、こういろいろ言ってくるので悩んでしまったっていう状態だと思うんですね。でも、やっぱその場合は、やっぱりね、子供を守ってあげることが大事ですね。旦那さんがね、もちろんお金を出してくれるのは旦那さん。が結構出すと思うので、まあ、ある程度ね、意見を尊重することも大事ですが、やっぱりね、子供の人生は一番大事なわけです。なので、旦那さんがね、理解してくれないのであれば、ある程度は子供をね、お母さんが守ってあげるってこともね、僕はすごく大事かなと思います。
はい、ということで本日の内容は以上になります。またですね、今後書いてほしい記事とか、あとは今回の動画に対する感想や疑問などありましたら、ぜひねこの動画の下にコメント欄があるので、こちらに書き込んでいただけると非常に嬉しく思います。またですね、チャンネル登録と、今回の動画が役に立ったらいいね、グッドボタンですね、こちらも押していただけると非常に嬉しく思います。